あそこのジンギスカンまた食いに行きてえな。タレがうめえよ、タレが。もう最近本当に外に出なさすぎて、あの、外に出たいとかいう気持ちすら失せてしまったわけだけど、大丈夫かな。もう外に本当に一切出ないからさ、逆に時勢を知らなすぎるんだけど、まだやっぱコロナ一日何千人とか出まくってる感じなん。散歩してるよ、散歩してるけど散歩は別に関係ないから、外だから。 あごごめんごめんんえっと、俺が何千とか言ってんのは、えっと、県でだね。県ってか、あの、東京でだね。あ、東京でも1万、もしかして。あらー、すごいね。今のやつって、あんまり、重症にはなりづらいんだっけ前のとかに比べたら。そんなことない。ああ、なりにくいはなりにくいんだ。なんか今、あれでしょ、足でしょ、オミクロンみたいな。 俺マジで外出ないからなあまあ外出るっつっても病院と子どもの病院とスーパーと薬局ぐらいは行くけどもう他は一切外出て人と接してあの会話というか人に近づく機会ないなうんそうだねまあでもぶっちゃけそれでかかったらもうしょうがなくない気をつけようもないし。 そのレベルまでいったらもうガチでうんげうんげえって感じするけど、うん、俺も絶対にかかりたくないとは思ってるけどその子供いるしだけどまあもうぶっちゃけしょうがないどんなに頑張って努力してもかかるときはかかるガチでうんげえって感じするわしょうがないよな コロナになったらでも逆に俺配信しかすることないんじゃねえかな逆にだって部屋にいない方がよくないあの子供とかがいるような防音室で閉じこもって引きこもってた方が安全じゃないか家族的には何な,なら普通に防音室で生活するようになると思う俺前あの一回俺濃厚接触になったことあるんだけど濃厚接触じゃねえあれな,なんだっけ濃厚接触で会ってんのか あのコロナになった人とあの一定の期間の間に会ったみたいな感じになった時俺防音室であのの床で布団敷いて寝てたからもう多分そういう感じになるんじゃないかなコロナになったらああ関さんじゃない関さんじゃない関さんとは俺あの関さんの期間には会ってない普通にあのイベントの時のスタッフの人かな 結構もう、まあ、半年以上前だ多分あんま覚えてないけどまあ多分俺の感覚で半年以上前だったらまあ、多分下手したら1年前やなモンストに寝るスペースまあギリギリあるよ寝るスペースあるって本当に人が1人あの物を避けながらくねくねする感じだけど涙ッシュ涙ッシュあるじゃんあの あの何記号のそ,それを縦にしたみたいな形で寝るその波ってなってるところの間には椅子とかなんか機材とかが置いてあるで普通に床も硬いま寝返り打うてない寝返り打うてないでもさでもちゃんと休めなさすぎてさあの目覚めるんだよね寝すぎないんだよなだから逆にいいんだよな今そのハーマン・ミラー座ってるけどさ ハーマンミラー座ってる感じはマジでいいんだけどハーマンミラーって寝れないからさ前は椅子で寝てたんだけど椅子で寝れないから床で寝てる寝てた盆室は一応拡張しようと思ったらできるよ業者呼んだら多分盆室ってあの壁と床と天井の組み合わせで作ってるからそれこそなんかあのマイクラとかレゴブロックみたいな感じでまああんなに細かくないけど1枚が結構でかいけど ん自由なな形にカスタムとかできるんじゃない普通になんかあのテトリスみたいな形とかにもできると思うよてできねえのかなまあそんなことする人いねえかでもたぶんやりたいって言ったらやれるんじゃねえかなここがねこっからこの奥の角が1枚の壁だねン室だけで家みたいな話になってきたらもうあとはあれじゃない消防法とかの話になってくるんじゃない 消防法的に OK か OK じゃないかだと思う。家の形は別に防音室だけでも作れるとは思うけど。